昨日から3日間の日程で始まった石川旅行商品プロモーション会議、県観光連盟が開いたもので、県内外から旅行会社の企画担当者らおよそ50人が参加しました。2日目の今日、参加者たちが訪れたのは七尾市和倉温泉にある観光施設、地域の伝統工芸組子を体験です。能登の主力産業観光で復興を支えようと、県観光連盟ではこうした今行ける能登の観光地について積極的に情報発信をしています。施設の担当者は被災直後の和倉温泉の状況を説明しました。そういった方がもうそういったお客さん、旅館の従業員が避難所までの道の分かりにくい場所とか穴ぼこ空いてる場所とか、そこをライトで照らして皆さん無事に避難所の方に誘導することができた。これはおそらく和倉の奇跡という形で、こうした観光関係者の働きもあって、当時和倉温泉には宿泊客や帰省客などおよそ2000人がいましたが、怪我人はいなかったといいます。テレビで見るでしかなかったので、やっぱり自分の実際に自分の目で見て、でも生活されている方の様子も伺うことができて、ニュースだけでは知れないところが自分で確認ができてよかったなと思います。また能登鉄道で乗車したのは、列車での風景を楽しんでもらいながら復興への思いを伝える語り部列車です。和倉温泉に泊まって乗車するっていうのも今準備をしている段階なので、ぜひ一人でも多くの方に参加してもらえるいい商品を作りたいなと思っておりますので。県によりますと、去年1年間で2100万人余りの観光客が訪れた県内、能登の復興に向けた動きを後押しするためにも、県の担当者は観光業界の人々に能登への関心を持ってもらいたいと話していました。